はい、こんにちは、米村です。今日はネギの日です。実はかれこれ10年以上ネギの絵をちょこちょこ描いています。今画面に出ているような作品ですね。今回の動画ではようやく一から油絵制作の様子を記録しています。下書きをして、下書きをパネルに転写して、油絵の具で、3から4層の段階を経て、完成に向かえたらなと思っています。差し当たって今回の動画では下書きから油絵の1層目を描くところまでを1本にまとめていますので、どうぞご覧ください。まず使用する指示体にはパネルに綿布、それから白亜紙を使います。油絵というとキャンバスに描くイメージがあるかと思うんですが、白亜紙はキャンバスが使われるよりももっと昔の、15世紀くらいのオランダやベルギーあたりを中心に使われていた紙質体なんだそうです。キャンバスに比べて表面を平らにしやすいところがメリットかなと思います。一方デメリットは作るのが面倒いというところですかね。慣れると平気なんですけども、最初の頃は白亜紙を作るとそこでこう満たされてしまって、燃え尽きそうになることがよくありました。あとは割れやすいというところかもしれません。さて、まず白亜紙に紙を巻きつけます。紙は何でもいいです。この上に鉛筆で下書きをしていきます。パネルやキャンバスに直接下書きをしても大丈夫なんですけども、自分はですね、結構消したり書いたりっていうのを繰り返してしまうので、画面が必要以上に汚れてしまいますので、それが嫌っていうこともあって、紙に下書きをして最終的に出来上がったものを、転写して、必要最低限の線だけがパネルの上に残るように、しています。メインディッシュに上がることはあまりないのに、薬味として、抜群の存在感を発揮し、主役主菜を引き立てる、そういうところが謙虚でありながらしっかりインパクトを残していくっていう風な姿に見えて、そういう存在感への憧れを大事にして描いていこうと思って進めています。出来上がった、下書きを、カーボン紙でパネルに転写していきます。ちょこちょこ確認をして、きちんと写っているかチェックしながら進めていきます。基本的に、上から油絵の具で描き潰す下絵なので、あまり詳しくも描きませんが、私がネギの中で一番好きな部分は、同時にネギの描きどころのにもなる部分だと思うので、少し詳しめに当たりをつけておきます。ちなみにこの辺です。下書きの上から、墨、墨汁で、なぞっていきます。墨でなぞっておくと油絵の具をのせた時にちょうどいい塩梅で線が残ってくれる気がします。書き始めの段階では下書きの線があった方が進めやすくていいんですけども、終盤にかけて消えていってくれないとそれはそれで邪魔なので、その葛藤の狭間でこうちょうどいい折り合いがつくのが墨でなぞるっていう方法かなっていう印象です。ちなみに油性サインペンは絶対使っちゃダメです。上からどれだけ絵の具をのせても、線が浮かび上がってきます。確か顔料が使ってあるペン、サインペンっていうのがあって、その手のペンだと大丈夫だった記憶はあるんですが、それでも、墨汁が確実かもしれません。墨は水分を含んでいるので、よく乾かさないと上から油絵の具をのせることができません。一晩置けば十分じゃないかなと思います。水で薄めた薄墨を使って、なんとなくある程度のこう明暗をつけたら墨入れは終了です。はい、ではいよいよ油絵の具の1層目を塗っていきます。
この段階で使う色は作品によっても変えるんですが、今回は割と完成予定の絵に近い色を使っていて、マツダスーパーのカドミウムグリーン、アイボリーブラック、そして草壁のテールベルト、カドミウムレッド、ウルトラマリンです。これらの絵の具をポピーオイルとテレピンで調合したオイルで薄めて使用しています。まだまだ下書きの線は見えています。とりあえず全面に油絵の具が乗って白味の白が見えなくなったところで今回の動画の工程は終了となります。次回は着彩の2層目から3層目あたりかな、このあたりまでをお届けしようと思いますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは週に 1,2 本を目安に米村の制作の記録をアップしていきます。油絵以外の制作も上げていく予定ですので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。